こんにちは、岡崎チューブ2代目リポーターの岡崎です。今日はですね、北東の陣屋にやってきました。はい、行きましょう。暑いですね、今日は。暑いですね。山登りした後なのでね実はね。お、なんか日本庭園って感じがしますかね。あっちにはなんかガーデン、あ、ガーデンがあるんですね。あ、なんか可愛いね。あ、本当ですね。ここは違うんですか。お抹茶、お抹茶が飲める。あれ、参観無料だって、ご自由にご覧ください。くずバー、うん、くずバーいいですね。後でちょっと見てみますか。はい、行きましょう。お花がね、季節によっていろいろバラだったりとか、チューリップとかあるんですよね。そうですね。ほら、まだ上がある。おお、登るね。登らされる。あ、いいですね、鳥の鳴き声がね。あ、金峰亭ここですね、到着しました。金峰亭、おお、すごい趣のある。趣ありますね。ね。ね、今日のメニューはこれですね。はいはいはい。美味しそう。え、ザルそば安くない？ザルそば安い。ザルそば食べたい。うなぎ釜飯とかもあるんだ。あ、でももう今日は終わっちゃったところかな。限定12食ですって。あ、これ暑いね。そうですね。なるほどですね。はい、はい、早速のれをくぐって、はい、行きましょう。はい、あ、外も出れるんですね。すごい。わ、すごいですね。めちゃめちゃ景色よくないですか。お、すごい景色いいですね。はい、日本庭園が、あ、日本庭園が、ね、見ながら食事ができる、うん、はい。あ、めちゃくちゃいい席じゃないですか、これ。じゃあ、ここにします。ここにしましょうか。じゃあ、ここで座って食べましょう。出た。わー、すごい、ね、注文は、注文はそこでする感じですか。そうですね、注文はカウンター、はい、ですね、うん、はい、来ました。岡崎はね、たけのこご飯を頼みました。はい、見てください、このわ、すごい具沢山。ねー、美味しそう。あとはね、ちょっと小鉢がついてたりとかね、うん、これオクラと枝豆の、なんだろう、酢の物みたいな感じかな、うんうんうん、と、こっちはなんだ、うん、くるみとナスのなんかと、うん、なんだろう、うん、さやえんどうと、うん、これなんて言うんでしたっけ、がんもどきみたいなやつ。がんもどきみたいなやつ、はい、がんもどきもどき、がんもどきもどきと、まあ、お漬物ですね、はい、あと、見て、これ何、大福。いや、もうすごい冷たいかも。あ、そうなんだ。雪見大福。雪見大福かな、かな。あとね、お吸い物ついてて、うん、うわ、もういいっすね。符がね、うん、このかわいいやつ。あ、かわいい符だ。かわいい符、嬉しいね。はい、おしゃれな符ですね。はい、では早速、はい、食べてみたいと思います。どうぞ。ではまずはお吸い物からちょっといただきますね、うん、はい。うん、おいしいお吸い物だ。優しい味、うんうん、なんか味が澄んでますね。なんかこの景色見ながら食べるのめっちゃいいな。めっちゃいいね。はい、たけのこご飯、はい、はい、いただきます。たけのこご飯いいね。はい、おいしそう。たけのこと一緒に、うん、よいしょ、いただきます。はい、うん、おいしい、美味しい、うん、たけのこシャキシャキ、味濃くなくていいですね。あ、そうですか、うん、濃くないけど全然薄いとかじゃなくて
濃すぎず薄すぎず、うん、ちょうどいい、ちょうどいい味付けです。うん、美味しい。椎茸のね、うん、味がすごいしっかり出てて、うん、美味しいです。はい、カレーはくるみと、うん、ナスの、なんて言うんですか、なんだろうね、なんかわかんないけど、とろみがありそうですね。うん、くるみじゃないわこれ。あ、そうなんだ。鶏皮ですね。鶏皮とナスの、うん、うん、美味しい。鶏皮とナスの甘酢あん絡めみたいな。そうなんですね。そんな感じの多分名前ですよ。ほう、うん、美味しい。冷たいですね、うん、冷たいから夏にいい、うんうん、虫も飛んできてね、うんうん、外ですね、外ね、外で食べれるの気持ちいいですよね、うん、いい景色、うん、こっちのがんもどきもどきを、うん、わ、あ、すごい、箸を入れるとこうすごい汁はじゅわーってじゅわーって出てきます。わー、わー、本当ですね、もったいない。わー、すごい、はい、いただきます。はい、見てください、めっちゃ滴ってる。うわ、わ、噛むごとにね、この汁は中から出てきて、うん、わー、うん、美味しい。いいですね、うん、はい、美味しいです。はい、どうも、おのです。じゃあちょっと今日はね、金峰亭さんでざるそばをいただきます。大丈夫、焼きそば、焼きそばじゃない、ざるそばね、ざるそばですよ。見たら分かりますよね、これ。薬味、ネギ、ネギ、ネギ入れちゃいますよ。わさびもね、ちょっと入れちゃいます。ザルそば、ザルそばもう久しぶりですよ、僕食べるのは、うん、そうなんですか。なかなかね、食べないし、やっぱり冬場とか食べないしね、うん、あんまり僕結構うどん派というか、うどん超好きなんで、うん、なんかうどん屋さんとか行くとどうしてもうどん頼んじゃうんでね。そうですね、まあ、今日この暑さで、ね、うん、もうザルそばの気分だったんで、ザルそば行ってみます。いただきます。美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しい。つるんといっちゃいますね、つるんとね、喉越しがいいですね。美味しいですね、これは。本当に美味しい。これね、ちょっと音聞いてください、音。いい音しましたね、うん、いや、美味しいわ、うん、夏はやっぱざるそばいいですね。そうですね、うん、それだっていくらでしたっけ。あ、そう、これで500円なんですよ。安い、安い、こんな美味しい焼きそば。焼きそば食べたいんですか。ザルそば500円なんですよ、これで、うん、めちゃめちゃお得じゃないですか、うん、すごい安い、うん、たけのこご飯もいいんですけど、ザルそばもね、捨てがたい、これは。うん、次来たらまた頼んじゃうかもしれないです、この焼きそば。ダメだ、もうナチュラルに出ちゃうわ、この焼きそばって。じゃあ、腹ごしらえ済んだところで、この陣には回ってみましょうか。はい、は、美味しかった。美味しかったですね。美味しかったですね。ちょっと上から見えた庭園が回れるみたいなんで、はい、ちょっとこっちから回っていきましょうか、うん、はい、あ、素敵、あ、素敵ですね。石の橋、いい、石橋、石橋ですね。これ大丈夫だって。石橋を叩いて渡るタイプなんで。大丈夫ですよ。あ、はい、鯉がいますね。鯉がいます。鯉、いい、素敵、いいですね。あ、ここからさっきのお席が見えますね。あ、見えますね。あ、素敵、これ食べれましたね。ちょっと写真撮りますね。はい、はい、はい、すごい素敵。まだまだ続きますよ。はい、いや、ちゃんとした日本庭園って感じですね。そうですね。あ、紫陽花が綺麗。あ、すごい綺麗じゃないですか。すごい綺麗に咲いてますね。ね。わ、わ、いい。いい。すごい咲き誇ってる感じ。え、綺麗な紫陽花。綺麗ですね。いいね。いい色。わ、
この感じめちゃめちゃ良くないですか。この感じいいっすね。この感じ、うん、別の池が見えてきました。お、お、なんか、うん、違う庭園に来ました。あ、本当ですね。つながってたんですね。あ、はいはいはい。へえ、すごい。ここでなんかまた食べられるんですかね。本当ですね。わ、素敵な、また趣のある建物が。あ、いい。あ、この角度から見る金峰ってめちゃめちゃ良くないですか。いいですね。わ、素敵。後ろにね、さっき登った村住山が見えて、うんうんうん、おー、あ、すごい素敵。こちらが案内所ですね。はいはいはい、はい、ちゃんと許可取ったんで。許可取りましたね、はい。あ、野菜の直売所、野菜の直売所ですね、はい。へー、おー、おー、あ、すごい。あ、ニンニクでかい。でか、黒ニンニクだ。ニンニク大きいね。へー、ニンジン、ジャガイモ、玉ねぎとカレーセットですね。カレーセット。これは？ん？これ何？何の実？え、なんだこの実？何ですかね、これ。何の実だろう。何の実だろう。すごいなってるね。へー、あー、これって何の実ですか。キウイフルーツ。あ、キウイフルーツなんですか。あ、そうなんだ。うん、これ、あ、ブドウになってる、本当だ。ここに一番向こうが、はい、赤け、すごい。キウイってこんな風になるんだ。ね、へぇ、そうなんだ、すごい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、向こうがアケビね。アケビ、はい。アケビもなってるの、これ。アケビはなってるの。あ、なってるね。これとか、あ、本当だ本当だ。まだちっちゃいですね。ちっちゃいね。すごい。こんな、うん、藤棚みたいになって、ね、すごいね。だキウイフルーツってできるんだね。普通にこういうところでさ、初めて見た、ね、こういう風になってるの。ねえ、なんか洋風な。ガーデン。ガーデン。イングリッシュガーデンみたいな感じかな。あ、書いてある。北欧風ガーデンだって。北欧風か。可愛いですね。可愛いですね。あ、すごい、ユリの花が綺麗。うん、いいですね、ね、かわいい、 かわいい。あれ、あっちすごい。あ、バラ園。あ、バラ園ってまだじゃあ咲いてるのかな。まだ、そうですね、大丈夫なんだ。お、おお、すごいすごい。わ、すごい、いろんな種類のバラがすごいたくさん咲いてますね、うん、すごいですね。わー、へー、あ、でもちょっと時期遅かったかなって感じですけど、ね、でもまだまだ、うん、ね、楽しめそうですよ、ね、あ、すごい、すごい、どうか、ゴージャスなバラですね。ゴージャスなバラですね。あ、そこ入れるんだ、普通に入れます。あ、わー、すごい、楽しむにはいいですね。いいですね、うん、わ、綺麗。おー、なバラ園ですね。そうね。最後にここで帰るときに撮ろうかな。はい。すごい、アジサイ綺麗、うん、今の時期だとちょうどギリギリバラも見れるし、うん、まあ、アジサイも綺麗だしね。そうね、いいですね。ね、すごい、紫色綺麗ですね。ね、素敵な、素敵な紫陽花だ、うん、ここは書院はお抹茶だったり、うん、甘味、あ、パフェとかぜんざいとか食べれるんだ。あ、そうなんだ。めっちゃいいですね。へえ、素敵。お庭を眺めながら、ここもね、うんうんうん、お庭を眺めながら、うんうんうん、食事ができる感じですね。なるほど。くず餅バー。くずバー。あ、くずバーか、くずバー。生のフルーツ入り、お、紅葉なし、自然って書いてありますね。すごいね、あ、夏みかん美味しそう、うん、食べたい。くずバー行っちゃいますか。じゃあ行っちゃいますか、はい。こちらは参観無料なんですね、うん、
くずば、くずばここに入ってるみたいです、はい、え、溶けない不思議なアイス書いてありますよ。溶けない、そんなアイスあります？ないですないよね。ないです。アイスは溶けるもんでしょ。アイスは溶けるもんです。抹茶、マンゴー、オブラ、イチゴ、夏みかん、こんなに種類が。どれにしますか、岡崎さん。岡崎はね、うん、夏みかんで。なんか即決ですね。はい、小野さんの決めてあげますよ。何ですか、何ですか。マンゴーです。よくご存知で、僕がマンゴー大好きなこと。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと買っていきましょうかね。行きましょうか。はい、はい、溶けないと噂の、はい、くずば、はい、夏みかん味、はい、はい、買ってみました。ここなんかすごいあれですね。そうですね、こっちも庭園が見えるんですね。庭園見ながら、うんうんうん、抹茶飲めたり、うんうんうん、ダース食べれたりね、します、はいはいはい、めちゃめちゃいい感じですね。ねえ、うーん、よいしょ。溶けないという噂のくずば。四角い。おお。かわいいですね。あ、すごいです。なんか、うん、みかんの粒、うん、わかります？たくさん入ってるの。おお、見えますかね。確かに、ね、すごい、すごい。では早速、はい、いただきます。どうぞ。うん、うん、なんか、うん、もちもち食感。お、もちもちしてます。へえ、普通のアイスとは違いますよね。なんか普通のアイスとは違いますね。そうなんだ。うん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 、うん、シャリシャリ、うん、もちもち、うん、の中にこのみかんの粒も入ってて、はい、すごい、なんか3種類の食感が味わえますね。いいっすね。面白い。うん、おいしい。うん、夏はね、柑橘系ですね、うんうん、ですね、爽やか。この景色見ながら食べるのもいいですね。めちゃめちゃいいです、ね、くずば、マンゴー、おー、いいですね。見た目はそんなに夏みかんと変わんないけど、うん、あ、美味しい。確かにこれよくあるアイスバーとは全然違うね。違いますね。違いますね。くず餅のアイスバーって感じがします、すごく、うんうんうん、うん、今陣屋をぐるっと回ってきてね、はい、もう暑くて暑くてたまらなかったんですけどそうですね、一気にクールダウンできました。あ、そうですね、はい、最高、うん、はい、今日は奥戸の陣屋で楽しませていただきました、はいはい、リクエストくれたサーフさん、どうもありがとうございました。すごい楽しかったし、金峰亭のお食事、たけのこご飯ね、うん、美味しかったです。行ってくださいね、はい、なんかすごいいいとこですね、うん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 、庭園見ながらお食事できたり、うんうん、いろんなお花見れたりとかね、うんうん、お野菜も直売所あったんで、うん、なんかいろんなことができるなって思いました。いろんなことができます。そうね、ね、うん、ここにね、鯉の餌も20円で売っててね、鯉に餌もあげれますよ、うん、ね、はい、皆さんもぜひ、うん、今の時期、今、うん、これからの時期ちょっと暑いかなと思いますけど、うん、暑くなったらここに来てくずば食べるという感じでね、うん、はい、いいと思います、うん、はい、で今日のところはこの辺で、はい、はい、岡崎チューバーですね、ご依頼も募集しております。ここに行ってほしい、うちの店に来てほしいなどありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください、ね、ブログもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、でよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、では岡崎でした。岡崎さん呼びました呼んでないか。じゃあさよなら、はい。